高山高山は韓国の研究者。サムスン総合技術院所属。宇宙飛行関係者。郝は普山で生まれた。彼の父親は彼が幼い頃に死去した。郝とその姉妹は母親によって養われた。官営外国語高校を卒業後、郝はソウル大学校で数学を学んだ。2004年全国アマチュアボクシング選手権大会で、 銅メダルを獲得した。同じく2004年、中国新疆ウイグル自治区にある標高7546メートルの忍ぶ市東角法に登頂した。2006年12月25日、韓国史上初の宇宙飛行関係者を選ぶ韓国、宇宙人排出事業の宇宙人候補2人のうち1人に選ばれた。 最終的に宇宙飛行関係者として選ばれた場合、2008年4月にロシアの有人宇宙船ソユーズとママイナス12に登場することが決まった。もう一人は当時28歳の女性、リソケンであった。2007年9月5日、韓国科学技術部は韓国史上初の宇宙飛行士は鉱山に決まったと発表した。しかし、2008年3月10日、 韓国教育科学技術部は、高山が、ロシアの訓練施設内で、搬出禁止の訓練教材などを故意に持ち出してコピーしたり、教育に関係ない資料の貸し出しを受けるなどの保安規律違反によって摘発されたため、ロシア連邦宇宙局の勧告を受けて、補欠候補である理所権に交代することを発表した。ありがとうございます。